久しぶりに会えてよかったね。久しぶりだった。負けちゃった。どうなんだろう。でもこれでね、痛くなったことは、まあ、な、痛くなった、どうなんだろう、ちょっとピリピリするなみたいな時はあったんだけど、でもなんか今日ほど痛いなって感じは初めてかも。うん、あれ決まってない。分パック、あ、これコットンをね、こう1枚のコットンを3つに裂いて、そう、化粧水つけて3つに裂いてビヨーンって伸ばしてつけてるって感じ。マジ痛い。パックとかも普通に朝やったんだけどね、痛かったから。まだやっぱ痛いんだよね、ちょっと困っちゃうわ。うん、整形した後みたいだね。なんか今日一段とお姉さん感強かった。なんだろうね、髪型は割とあれなんだけどな。リハでは、リハもあれだよ、その名前呼んでるよちゃんと。そう、今日こっからリハの時、クイナさん言っていいですかって言ったから、あ、いいよお願いって言って、なかなかやっぱ名前呼ばれることなかったから嬉しかったね。あれは後輩が良かったか。ああ、それはあるかもね。コースが良くなかったの。どうなんだろう。まあでも多分ちょっと刺激が強いというか、結構毛穴とかをしっかり洗い流してくれるやつだから、だからそれであれなのかもね、痛くなっちゃったのかも。そう、だからちょっとね、肌がね赤かったんだよね、いつもより。公演中もまあ暑かったっていうのもあるんだけど、普通に化粧水やったから。でも七期生ちゃん、私喋れるかな、めっちゃ心配本当に。昨日も言ったけど、昨日は言ってないわ、ごめん、昨日は寝てたわマジごめん。昨日さ起きてさ、パッて携帯見たの、ん12時10分、14日の12時10分、はい、過ぎてますね過ぎてました、本当にごめんな。マジごめん、本当にそんなリナがいっぱい寝るとは思わなかった。でもやっぱ疲れてたんだろうね。あのあと結局メイクしたまま寝ちゃったから、私メイク落としてそのまままた寝たもんね。しかも9時ぐらいまで寝たから、なんか割といっぱい寝てた。ちべちゃんとの手間でも声のトーン似てるから、重なった時のハーモニーでもさ、落ちサビの声がさめっちゃ似てなかった。あ、お腹鳴った。こんなに会いたくてもこんなに好きでめっちゃね、めっちゃあれだよね、昼間してるの。いや寝ちゃってた、すまんね。ほんと昨日はチケットという制度があってマジで感謝。よいしょ、一応保湿はやったけどちょっと赤いね、やっぱ聞き比べてました、本当ちょっとおもろかったでしょ、顔色悪顔色悪。なんだこれ、エカさん猫ありがとう。あ、当たりじゃん、なにこれ、ありがとうそう、起きてはい、ありがとうございました、終わりです、まだやってません配信って思ってもすぐブブブブって書いて、ここで明日はいい番号だといいね。いつも来るときなんかね、後ろの方にいるよね。そう。で、今日発表ありました通り、5月26日、大分トリニータ試合、スペシャルライブのパフォーマンスとして、次はお邪魔します。ご飯もあったり、猫ちゃんありがとう。2時だったんだ。明日も一緒、じゃあ、後ろかもね。そう、なので5月26日皆さんぜひトリニータ来てください。大分、今回はですね、ねねさんとココとハンちゃんとリチャキを連れて行きます。楽しみ。先輩連れて行くの初めてかも。連れて行くっていう方したらなんかちょっとめっちゃ上から目線だよね。あ、リコピさんたちのイベントでもかぶってんだ。うわー、じゃあ来れない人多いかな。チーム K4、 そうね、その日はチーム H の公演が確かあるんだよね。そうそう、8月
か、どうなんだろうね。8月はでもあれだね、コンサートが9月だっけ、発表されたのが、花さんのが。ってなってくると、それがあれかな、リハが入ってくるから、そことどうなるかだよね。夕方目撃者じゃ無理だね、帰れないもん。サッカーイベントでカメコしていいんですか。一応カメコは OK でやってます。もう来れるかなって感じ、ファンの人心配、来れたらいいなっていう気持ちはあるけど、目撃者当選したので、おいた、ごめんなさい、ガーン、悲しい。もうちょい早めに発表できればよかったけど、どっちにしろあれか、抽選は結構早めに始まってたから仕方ないか。みんな来てね、寂しいから。祭りと待ってる、祭りって何かあったっけ。来月の17、来月の17日、あ、それはまた別です。来月の17日はちょっと別のあれと、あ、町、あ、観光祭か、観光祭って待ってそうね、観光祭、あなた地元ですからね。試合の前にライブみたいな感じ、そうね。一回リノとイオリとザワと姫と行ったやつかな。年パス元取らないとやだ、言い方やだまあでもそれはそう、そうそうそう。でも祭り25もあるじゃん。8月11日山越えてレズに山越えてくんの。6ヶ月ぶりのイオリちゃん目撃者なんで、あー、イオリだから今回来れなかったのか。私あれかと思った、ロアストの方を今年は重点的に押していくからかと思ったけど、そういうことが、だからより来れなかったんだ、そういうことね。いや、リノはさ、もともとこれが決まった時から、そのなんか、いや、そもそもあれだったのよ、これ私出れるか分かんなかったの、26日は。その舞台の稽古があるし、舞台近いから多分出れないだろうってことで、本当はメンバー入りしてなかったんですよ。なんですけども、私がマネージャーさんに、マネージャーさんとか、そのそういう、まあ、言い方あれだと営業みたいな人に、なんで嫌だ、絶対嫌だ、本当にそれだけはマジで無理って言って、結構私トークショーも好きだけど、パフォーマンスもしたいからだし、そうで、その6日行くっていうのは知ってたから、6日でそのそうだから、本当に本当にそれだけはマジで無理、でも本当にお願いだから確認して、そうお願い、本当にお願い確認してって言って、その舞台の関係の方に、その日リナがその日その稽古があるのかどうかを、もうお願いだから本当にお願い、マジでお願い、本当に確認してくださいって言って、そう確認してもらった結果なくて、そう入れたんですけど、もともと入ってなかったのよ26日。そうハンちゃんは確定だったんですけど、だからハンちゃんは行きます、ただ私は多分行けないって言われてたから、お願いだから確認して、もうそれ行けなかったら私本当に舞台頑張れないって言ってマジで舞台頑張れない、本当に無理って言って、あ、そうそう、あるだろうっていう、その声入り前だったから、声入りすぐだったから、そうそうそう、お願いって言ってあ、そうだからハンちゃんだけのコメントだったんですよ、コメントが。まあ6日にその一人で行ったからっていうのもあるんだけどね、まあちょっとそこはいろいろあるんですよまあそのリナがいなくてもとかいうのは、まあちょっとそこはいろいろあってのって感じですね。まあとりあえずでもリナが行けない可能性が高いと、お願い、うどうしても無理、それだけは本当に無理って言って半泣きになりながらお願いしたら、なんとラッキーでした、稽古がなくて、その日は。そうだってさ、お宣伝部になって一発目じゃん、それに行けないって結構私的にはしんどくて、
そうだし、前回スポーツオブハートが出れなかったのは結構ショックだったのよ。まあ、舞台、まあ、仕方ないんだけどね、仕方ないんだけど、そうだけど本当にそれも結構心残りだったし、もしかしたらいけるかもしれないっていうあれだったから、お願いお願いお願いって、そうで、それで聞いてみていけるようになりましたってことで、26日皆さん来てください。かゆい、そうでも本当にさすがにちょっとないのはしんどいなっていう気持ちだったから、同じ場所でイベントしてるから小やりが難しい。ああそういうことね。まあ、でも本当よかったって感じ、うわーっていうまあなので今回はマネージャー今買えないの、え、わかんない、そう、まあそんな感じでした。まあちょっとそこはいろいろありましてという感じです。よかった本当に、まあ本当にだから楽しみに、私はすごくすごく楽しみにいきたいと思います。あれを取りに行った、どうなんだろうね、まだちょっと発表されたばっかだし、リハとかは全然曲何曲やるかも分かんないし、リハもやってないから。でもさ、私めっちゃそのこの日、今日の12時ぐらいに発表っていうの知ってたから、夢を見たんだよね、今日寝てる時に夢見て、それがそのイベント26日に行きました。でもメンバー、そう、夢の中に出てたメンバーは違ったんだけど、愛理とイブキじゃない、愛理と伊織と私と渋みとねねさんかなんかで行ってたの、夢の中は。でその時にリハ全くなく、その日に曲を教えられるっていうそうで、しかも今までやったことない曲出てきて、君はどうしてとか出てきて、君はどうしてえっていう。リハ時間1時間半設けられてたんだけど、いや待てみたいな、え、君はどうしてやったことないんですけどみたいなそう、ぶっつけ本番で1時間半リハがあって、その後メイクとかしてで出ますみたいな。でみんなそのピッチのとこで立って、でしかも曲9曲ぐらいあんの前回5曲ぐらいだったじゃん、出た時9曲ぐらいあって、え、9曲しかも待って、君はどうしてがあるんだけど、え、君はどうしてやったことある、え、ないですよねみたいなそう、え、なんでそれみたいな曲いっぱいあって、いや、わからんって言いながら、どうしようどうしようってさ、残り30分とかになってしまって、え、やばくない、これ無理じゃないって言ってる夢みたいな、ちょ、焦りました。普通にかけて君はどうしてマジで初見すぎてさ、実はね、君はどうして曲は知ってるんです、そんなの君はどうしてみたいなこんな感じじゃん、ここだけ知ってるんだけど、なんでこれ知ってるかっていうと、チームグリーンの曲で最初私とサナのダブルセンターで君はどうしてがあったんですよ。そうなんだけど、まあちょっといろいろあって、いろいろあってというか、普通になんか知らんけど気づいたら、君はどうしてじゃなく、大声ダイヤモンドと何だっけ、大好きな人だっけになってたんだけど、そうなんだけど、そう最初私とサナが君はどうしてダブルセンターする予定だったのだからちょっと君はどうしてが頭の中にあるんだけど、私の中でなかなかね、披露全くしない曲だけど、なんで知ってるかというと、そういう裏話がありました。でその時初めて知って、え、君はどうしてって何、初めて聞いたんだけど、何、何、何だ、こんな曲あったんだと思って聞いたの YouTube で。そう、いや、やってないグリーンでやってないで、結局それなくなったのよ、やるかもってなってたけど、そうなくなったの本店の曲で一番踊ってみたい曲47、ユニットだったらカップリングビズ、踊ってみたい曲
いっぱいあるかも。星空を君にとかも好きだし、まあ、8曲は全部好きだよねっていう。体育教師の講演時間は何、え、わかんない、どのくらいなんだろう。ヘッドライト切り裂くように真っ暗な森を抜けて車は見知らぬ道を行く。そしたらブラジル何回か行ったことあるもんな。君はもっとできるやりたいな今度。君はもっとできる。なんか応援曲とか言いたいよね。君は私最下位だったっけ。アンクルともやったことあるよ。歌ってほしいってかあれだけど、でもそっか、やったことあるに入らないのか。あれ、ひろなさんの卒業コンサートで、恋チュンはしそうだよね。正直恋チュン、君はもっとしたい。マジでもためらう。言いたい。私も天守楽終わってから新幹線間に合うか心配で。あー、どうなんだろう。私も長編の公演や、公演っていうか舞台やったことないもんな。一回しかいないし、までで。 HKT の応援ソングって何がある。君はもっとできると今が一番。今が一番辛い坂道、頑張り時ださ自転車こぐんだ、重くなるペダルの上に体重かけて、あ、立ちこぎするんだ。夢のルート確かにやりたいな。夢のルート山中湖でやったな。あとあれだね、サモフェス、あ、違うか、山中湖だけか。サマステはやってないな。前しか向かねえはね、ダンスが苦手なんだよね。 R でやってたけど、なんかこう頭振ったりするやつが、これが苦手。あ、みんな TikTok 見た？見といてね。スタートするじゃない、とっておきの場所へ。なんかゆい、顔がかゆいし痛いし。パレオ、あ、パレオはやめられたよね。どこで何の曲やったってよく覚えてるね。全部覚えてないわ。ファステとワステは私はやったことないもんな。かわえ、誰かがそう呼ぶ、飽きれたみたいに、ずっとのテンス、歩いた指を刺されても。最高かよ。あ、まあ最高かよ、確かに元気で。最高かよもやりそうだな。夢のルートはいいよね。どうなんだろう。ちょっと待って、バケツするのかな、トリニータで。どうするんだろう、どうするバケツ結構好きよ。曲は好きなんだけど、ただトリニータでバケツを持っていくのかどうか問題だよね。どうなんだろう。何かあったらバケツをかぶれ。ニータン、確かにニータンバケツ持ってなんかぴょんぴょんしてくれ。ぴょんぴょんできないか、ニータン。でもバケツ好きよ私。歌詞めっちゃ好きよ。あと衣装も好きよ。衣装も何着るんだろう。バケツ衣装かワンチャン新衣装かな、コンサートの。どうなんだろう。うまくいけそうな、どんなバケ
たちの味方。そうね、まあ確かに、まあ、バケツしそうだな。みんなでも声出してよね、最高かよとかやったら。何やるかマジで分かんないけど、髪型何しようかな。前回はポニーテールしたじゃないですか。でも今回もおろしでいこうか迷ったけど、暑いじゃん絶対。で多分だけどさ、ココとさ、あのカレンレンとハンちゃんは多分がっつりポなんかやると思うんだよね。ココは多分ツインテールすると思うし、そう多分リチャキは 何するかな。ツインテールとかし、ツインテール低めツインテールとかしそうじゃん。でハンちゃんは多分ポニーとかしそうな感じするじゃん、ハーフツインかポニーとか。いやオソロはしない、イベントで少人数だから。今パラ今パラはしないね。今パラ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 、あなたの人生がいい。お団子は絶対したくない。とりあえず合わせてみたら、絶対に他の人と同じ髪型はしない。なんか合わせないって言ってんじゃん髪の毛は。やだよ、少人数のイベントなのになんで合わせなきゃいけないの。分かんなくなっちゃうじゃん誰が誰か。しかも髪の長さ違うしね、姉さんと。金のモヒカン、やだ。クラゲはね、いや公演しかしない。サイドポニーか迷うな。まあでも確かに今日のサイドポニー悪くなかったもんな。クマやだ。欲望もの、ね、ないでしょ絶対。欲望もの欲望ものサビどんなのだったっけ。そうそう、歴代トップ3に入るぐらい。じゃあそのトップ3を言うてみ。サイドポニーだとなんや。高めツインはでも多分ココとかがすると思うんだよね。別に遠慮してるとかじゃなくて、シンプルに多分私より似合う人がいるからそっちがやった方がいいと思う。今日の髪型、いやザワはね高めツインだった気がする。リンゴてか絶対でも熱いよねってなってくるとポニーテールなんだよな。まあだからサイドポニーの可能性高いよね。衣装によるけどな、何の衣装にするんだろう。クリナコールはどうだった。クリナコール、えリナ今日はリナちゃんだと思ってたんだけどでもなんか帰りにクリナコールどうだったって聞かれました、ファンの人に。でまあそもそも今日はちょっとファンの方がそんなにいっぱいいたわけじゃないかな、ストレートに言うとそうだから、まあ、だってだから明日とりあえずクリナコールやってほしいなって言おうかな。じゃあ今日ボニーテールするからみんなしないでねって怖い先輩風に。いや言わなくても多分しないんじゃないかな。てか最初にやると思う。てか私聞くもみんなに、今日何髪型するって。明日はクリナでやろうかな。だからさ、あのツイッターにも書きます。いやリナちゃんだと声が聞こえづらいって。でもさ書いたからみんな大きい声出して聞こえやすくなるっていうあれはないかな。長十郎さん猫ありがとう。サバ、あ、ハズレなんだサバってありがとう。ゆくして今月中するって。あ、ほんと。あ、じゃあ多分ねねさんおろし系じゃないかな多分。ポニーすると短い毛が出てくるって言ってたもん、コンサートの時。今日は自分のファン多いなとか、公演始まる前まで分かんない。もうあんま分かんないね。神様サバありがとう。明日ここで行くのでクリナコールします。ありがとう。
クリナって言います。いや、いつもアリナちゃんなの。ただ明日はちょっと一旦クリナでやってみようかなと思って。でもね、あのみんなが座ってる様子後ろからちょっとだけ見れるから、そのモニターがあって、開演前とかになるとそのモニターがついてファンの人が見えるから、私の T シャツ着てる人がいっぱいいたら、あ、今日多いのかなとはなる。そうね、明日お試しって感じだね。やばい、爪がネイルが剥がれ始めてる。まあいいか、トリニータまでに一回ちょっとだけ変えて一瞬で、その後も舞台に備えようかなって感じ。あ、でも金でも別に悪くないんだよな、トリニータも。ただ剥げてるんだよね。クリナちゃんにクリナの、いやいや、普通に呼び方はクリナちゃんでいいんだけど、ただこれでクリナちゃんは言いづらいから。そう、今日ちょいちょい目の前に来てくれたからよく見てました、ありがとう。今日は〇〇のファン多くないって人かも。まあそうね、でも大体〇〇のファン多くないっていう時は大体多いから、そのいた人って。よし、 HKT はクリナですね。クリナになんだかかんとかかんとか、今年はさ、ちょっと頑張って日焼け止めとか塗ろうと思って、日焼け止めは買ってなかったから、今日はね、見て、ユニクロで UV カットパーカーを買いました。偉すぎ、私初めてだよこの UV カットのパーカーとか買うの、やばくない？で、日傘もさした。多分3日で終わる。いいですよね、これさ、なんかめっちゃバズってなかった？そう、白いお肌とかでもね、ちょっとね、今年はね、もう黒くなっちゃったから、すでに頑張らなきゃなって思う。普段日傘ささないね。なんかでもさ、日傘のさ、消費期限ってあるんでしょ。私のやつさ、どこで3カット3バリアだっけ、なんかん3バリア、あ、それ3ガリアか、3バリアの3バリア100っていうと、このまあまあいいやつなんですけど、でもこれ3年前ぐらいに買ったやつなんだよね。だからさ、正直多分ね、もうね、もしその何年期限とかあるなら、多分ね、もうないんだよね、正直。あれ M サイズなのかな、多分高いんだよな、1万ちょっとするもん。私のやつ多分1万4000のやつかな。そう、めちゃくちゃ高いのよここも。ただまあ本当に効果はあるらしいので。劣化する危険、まあでもいっか、大丈夫でしょ。ココッペ運動会の練習してるか、マスク焼け、うわー、マスク焼けか、マスクしてんだ逆に。どうなんだろう、でも私日焼けを今まで気にしてなかった人だから、私がねアドバイスしてもダメなんだよ、何もわかんないから。他の子のグッズ持ってるファンから視線受けるのってどんな感じ、特になんともないのかしら。うん、嬉しそうに見てくれたら別になんともないかな。一番嫌なのはレスしてみたのになんか、お前かよみたいな目されるのはちょっとしんどいそう、でもまあ別になんていうの、普通になんか見てくれるの全然いい。日傘用の UV スプレーある、ああそんなのあるの今、すごいわね、時代ってどんどん進化していくのね。そんな人いる、いやなんか女の子とか特にね、結構自分の推しにレスをもらいたいみたいな人結構多いから、たまになんかおうおうみたいな、あんたかーいみたいな
キャンって思いながら、ナチのパフォーマンスやっぱ好きなんだけど、ええー、本当ありがとう。最近ちょっとパフォーマンスについてすごく悩んでるんですよね。ダンスがね全然上手くならないの。まあそのちゃんともっと練習しろって話なんですけど、ダンスがね上手くないからさ、このままじゃダメなんだろうなって思ってる。もうゴミクソ野郎なんだろうなって思ってる言い過ぎそう、あーなんか言ってたね、言いたいことあるみたいな、何だったっけ、ちょっとまた思い出したよね、多分忘れて、それを言ってたことすら忘れると思う。今日犬ちゃんばかり見ちゃった、本当かな。まあ1列目だったからね嬉しかったでしょ、ないっぱい見れて、ギターと舌を噛んじゃうような名前のシア人。いやでも本当にパジャドラのユニットセンターやりたいな、私もそろそろ1回ぐらいねしたいよねっていうね。顔小さいよね、マージがあるのよ。ティアズレッターの表情すごく妖艶でよかったよありがとう。なんかでも今日めっちゃカメラに抜かれたところどころで、うん、なかなかねユニットセンターができない現状ですよね。しかもパジャドラだからこそ私は やりたいなっていうか、パジャドラだからこそできるチャレンジできるのかなって思ってるんですけど、なかなかね、特にリナ、イオリ、ヒジリ結構いっぱい出てますけど。チェンさん、さ、なんだ今の、サバじゃなかったね今、アジ、何あれ、アジ、ありがとう。別の子のうちは持ってるのに近く来た時に見るの失礼かなって思って、いやそんなことないよ、普通になんか優しい目で見てくれたら逆にこいつじゃ落とすぜってなるから、私は余計見るかな。でも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 センターも何もなくね、2人だから。アジ、よし、アジ当てた、よっしゃ。レディオよのレスが好き、これね、夢のデッドボディ、ダンスの先生に適当に歌ってほしい。確かにしおり先生マジであれだからね、その耳すごいからね。あれやん、アジありがとう。もう読めないなったぞ。こっそりペンラ水色仕様に変えた気がつく、うん、まあ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 、唇めっちゃ荒れてる、ほらやばい、やばくない。でもガサガサしてないの、触ってみると意外とね普通なの、ツルツルなの、ツルツルでこれってやばくない、荒れすぎじゃない。しおり先生、太陽お日様めっちゃおもろい、カーリのおじさま、ペンライト胸元よりかなり下の、普通にいや見えない多分。明日はどんな公演になるのでしょうか。あれも一回言われてみたいな、栗山ちゃんか栗奈ちゃん、どっちか分かんないけど、猫ちゃんくじ外れたりなちゃんの剣一枚買いますって宣言したらいつの間にかたくさん買ってたあれ唇でも最近ねチョコラ BB めっちゃ飲むんだよ。あこれでビタミン B か、これ C じゃないもんね、 B だもんね、チョコラ CC とかないのクーリー山リナーなの、そこも言われたいし、センター1回ぐらいはやりたいね、ユニット。本当に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 、
毎朝オレンジジュース一杯飲んでた。でもオレンジジュース今高いんでしょ、なんかそう聞いた。ケンタッキーの人くるありがとう涙のショー。なんか最近私の推しメンクラブのるみさんもなんか涙の湘南ばっかりやってる気がするんだけど、卒業コンサートや卒業公演やらで、なんかずっと涙の湘南やってない？なんかいつも流れてくるんだけど。 B と C どっちも入ってるの？じゃあチョコラ BC みたいなのあったらちょっと教えて。朝はリンゴ、朝はね私バナナヨーグルト食べてますから、蜂蜜バナナヨーグルト。純情主義センターやりたいな。抱き寄せられてもいいよ、キスはできない。初めてセンターした曲、初めてセンターした曲、それこそ大声ダイヤモンドなんじゃない、チームグリーンの。それ以外多分それ以前ないんじゃないかな私。私多分、ね、そもそもね1年前2年前ぐらいから自分の記憶あるけど、それ以前はマジ何を自分やってたんだろうっていうぐらい記憶ないからね、ほとんど。自分が消極的すぎて正直マジほとんど覚えてない。こんなことあったよねって言われても多分あんまり思い出せないと思う。メンタルさんサバありがとう。純情主義、純情主義でも最近やってないね。ポップスターの頭でクイーンの方がかわいい。あークイーンの方がかわいい。タッタタッ。ポップスターでもやる機会ないもんね、センターなんて特に。夢の中で私だけのために。やばい、机が汚い、机を買い替えたい。机が欲しい。てかさ、センターはしたことないよ私。あ、恋チュンあるわ。恋チュンでセンターやったことあるかも。それこそあれよ、どこだっけ、 TOS さんだっけ、違う OAB さんじゃなくて OBS じゃなくて、いや TOS さんかなのさ、あのクリスマスイベント、ちょっと早いクリスマスイベントみたいな、あの5期生で出たの4年前5年前ぐらいに出た時に恋チュンセンターやったわ。それが最初のセンターかも。パジャドラのセンター、パジャドラのセンターか、パジャドラセンター好き。そんな、割と初期のその時だけかな。あ、そう、ねねさんとナピさんいた、楓もいた、同期が。あとね、葵さんもいたかな。タカさん、アジありがとうございます。そう、ワッタンのやつ。あ、 FM さんだ、 FM さんだ、あれは。そうだ、 FM 大分のクリス、ちょっと早いクリスマスパーティーみたいなやつ。そうそう、その時は大分つながりで、でその時のマネージャーさんに「こいつの占ってようがどうでしたか?」って聞いたら「うん、普通」って言われた。どっちでもないんかいって。だから私今の自分になったのなんて本当2年前ぐらいから、てか何ならこんだけ今なんかもうバカみたいな人間になってるの本当は多分1年前だとか、その半年から1年前ぐらいからこの自分になったっていうか、まあ正直ちょっとメンバーの前でなんていうの作ってるとこある、作ってるっていうかなんていうの、この私の方がみんなが好きって思う自分にをになろうとしてる感はある。今でもキモいね、なんかこんなこと言い始めてね、突然ね。そう、ウィンクセンターやったっけ私。ねえ、私ウィンク3回やったっけセンター。何のイベントだ、あ、あれだ、それはあれか、今年の FM か、今年か去年の FM か、5期生出た時。西本さんびっくりした。
そう、え、でも今マジで、でもなんか最近そのキリンちゃん食べてありがとう、最近でもなんかそのなんか占い師みたいな人見てもらった時に、二重人格ですかって言われた。二重人格ではないんだけど、そこまでではないんだけど、でも確かにこうなんていうの、ちょっとこう自分でおちゃらけた自分を作ってる時はあるかな最近、楽屋とか特に。そう、でもなんかその私の方が多分みんな接しやすいし楽しいし、そっちの方がいいなって思っても私はやってるから。アニメ声とか言ってないよ楽屋でアニメ声やってるのキモすぎでしょ、えーみんなーガチキモくない？どうなんだろう、でも1対1でも、ま、基本的に常に人に気を使いながら生きてる人間ではあるから、本当はだからもう人に優しくしたくないし、どう優しくしたくないって言い方したら本当あれだね、なんていうの、こう正直も自分本位でも自分のためだけに生きていたいけど、私の性格上それができないから、だからまあその例えばさ、こう仲いい人と一緒に喋ってる、そうね、スイッチ入れてるって感じかも本当に。だからなんかなんていうの、例えばだから一緒に誰かといる時にね、丸々しようよってなんか誘うとするじゃん、向こうが乗り気がよく分かんない時とかあるじゃん、その時にこうなんていうの、多分本来の何もしたくない自分というか、もう本当にどうでもいい、こいつとの縁切れてもいいみたいな思ってる時、思ってる多分その自分だったら、一人の時での自分とかだったら、あじゃあいいやみたいな、あそうみたいな、え普段なんとかやってあげてるよねみたいな、で多分言うと思うんだよ、一人こいつと縁切れていいとか思うような相手とかだったら多分ね、本当にこの人は何も考えないので何でも言って大丈夫です、 AI なのでとか言われたら多分こう言うんだよ私は。ただやっぱりメンバーとか仲いい友達とかだったらそんなことは言いたくないから、多分私その時はスイッチ入ってるから常になんかみたいな、しようよみたいななんか本当みたいな、うーんじゃあいいやーとか言ってこうちょっとスイッチ入れた言い方したりするのはあるかも、マジで。記憶にあるキャラたちが、私めっちゃ言われる、先輩に初期の頃のみんな覚えてないって言われる、喋ってないのもあるけど喋ってなかったのも先輩と。そうでも本当に私も初期の頃先輩と喋った記憶マジでないし、何してたっけっていうレベルで、マジで何が楽しかったんだっていうレベルだったもんな。うん、後輩も増えてきたし、いい意味でいろいろと任せられるメンバーなんて、そうかな。でも私パフォーマンスを頼れないっていうか、うん、パフォーマンスに関しては私は頼れないもんな。配信でいつも先輩と外れないです。そうだよね、最初は大丈夫かって、いや本当にそう、マジで私初期なんてさやまるさんとみゅんちゃんぐらいしか喋ってないもんな、それ以外の先輩喋った記憶ほとんどない。リコピさんになんかニコニコしてたみたいな。でもなんか、でもなんだろうな、なんかまあでも自分のパフォーマンスがめちゃくちゃいいわけでもないし、こうすごい人にこう私ってダンス上手いんです、できるんですとか言える人じゃないし、なんかまあ確かにこう後輩からめちゃくちゃクリナさんダンス上手いよねとかなんないと思うの自分でも、なんだけど正直こうなんていうの、パフォーマンスで支えていけるような立ち位置に立たせてもらったことがほとんどない。なんかだからさ、パジャドラのさユニットセンターもそうだけどさ、まあその私のパフォーマンスが完璧じゃないっていうのはまあ別に置いといて、それはあると思うよ。ただやっぱり後輩はセンター結構やってる子いるけど、
先輩だけどできないっていうのとかで、それはパフォーマンスとかで頼られないよねっていう。だってセンターやってないんだもん、うん、だって後輩はセンター、別にこれは別に後輩が悪いとかではなく、ただやっぱり後輩はやってるけど私はやってないみたいな。私も選抜でもないから前で踊る機会もそんなにないし、選抜とごちゃ混ぜで曲披露するってなった時もそれは基本的に選抜が前だし、公演も立ち位置がそんなに上なわけじゃないから、そりゃ頼られるわけないよねっていう。パフォーマンスでそりゃこいつ誰ってなるよねめっちゃ最近思うんだよね。自分の実力不足もあるけど、そもそもそういう立ち位置に立たせて、なんていうの、その面白いとかに立たせてもらったことあるよ。例えばそのバニーのさ、バニーで取ったセンターとか、あとそのこの前の学力1位の分で取ったセンターとか、そういうこうなんていうの、まあ、いわゆるラッキーで取ったセンターとかはあるよ、コンサートとかさ。でもそれってさ、別にさ、こうじゃあこの曲栗山センターで行こうってなってやらせたわけじゃないじゃん。それってまあその面白さとかそういうのでやっぱなってるわけ。面白さというかそのまあ絵とかなんかハロウィンのその企画としての面白さとか、あとそのまあ一応企画の中でっていうさ、センターなわけじゃん。だからなんかさ、それはお手本になるわけないよねってめっちゃ思っちゃうんだよね。コンサートの立ち位置少し良くなってきてない？どうなんだろう。でもやっぱりこう選抜の秋市に入るのは多分私じゃないから、やっぱお芋さんだったり、あと秋吉さんだったりが入ってたし、ゆうちゃんから皆さん歌うまいから教えてもらって、いやそう言ってくれたんだけどね、あんまりうまいって言われないからね、マネージャーさんからそうまいっていうかあれなのよ、あのなんていうのそのリズムが忘れた時とかに、私たちはもうリハとかでやってるから、あそこの歌はこういうリズムだよみたいなとか教えれるから、それでうまいって言ってくれたの。あれは私の歌がめちゃくちゃうまいとかそんなわけじゃないのよクレちゃんみたいにめっちゃうまいとか言うわけじゃないから、だから本当にすごい悩んでる。歌唱力ね、ちょっと出てみたいなとか思ったことある。歌唱力か、いや今回はその舞台稽古があったからやめたよね。でも本当にマジで悩んでる最近。パフォーマンス良くなったと思いきや全然良くないしっていう。私あとね、体力が本当にね、もうなんかね、体が限界なんだよね、いろんなことに。なんでだろうね、本当にね、体力がね。でもご飯は食べてるし、ちゃんと最近は本当になぜか、なんかで体にね、ガタが来てる、体に限界が来てるんだよね。なんかどんどんね、そのキャパがね狭くなってってるの、私の動けるキャパが。だからさ、今まではコンサートとかさ全力でやりすぎて、もう中盤ぐらいになった時にもうみたいになっちゃったから、だって本当に後ろで半分倒れかけてますみたいになってたから良くないと思って、最近のコンサートはちょっとセーブして踊ってみたの。そのなんか手を抜くとかではなく、こうなん変にこうなんていうの、ハイになりすぎないみたいな、自分の中で抑えてるっていうのやってみたけど、それでも倒れまではいかないけど、普通にもうやばいしんどいみたいになっちゃったから、どうしようと思ってなんかもうこのままじゃいつかアイドルやりきって卒業じゃなくて、体にガタが来たので卒業しますみたいになっちゃうどうしよう、やばいんだけど本当に。いやそのレベルでガチであのね、ガタが来てる本当アスリートみたいなの
気持ちはマジアスリート、もう本当にそのレベルで体がしんどいの。なんか穴か肺片方穴開いてんじゃないかと思うぐらいね、一気にガタンと落ちたんだよね。そうやばいよね、体力の限界ですよ本当に。そうやばすぎ、マジでマジで本当にね、肺片方潰れてんじゃないかと思うぐらいねしんどいのよ。多分潰れてないのよね。うん、腰は大丈夫今全然、まあ、たまに痛いなって思う時あるけど、でも腰はまあしょっちゅう痛くなるからまあ大丈夫、いつも通りって感じ。そうね、怪我は気をつけます本当に。でも最近はねヨーグルトとか食べてるし、割と健康的な生活は送れてるはずなんだよね。体力の限界って、お相撲さんもそうなの、体力の限界とかなの。わ、今日何日目なんだろう、配信書けばよかった、何日目ですって。手を伸ばせば届く距離に僕たちついる。90で OK。 はい、今日、いや分かんないんだよ、多分さすがにないと思うけど、そう、ただ本当にきついなって思うことはあるかな。まあでもそんなもんですよね、年取ってくれた。配信幼稚園のイベントされるの、あ、それは今ね考えてますので、少々お待ちを。健康診断ね受けてないんで、受けなきゃいけないよね、それはめっちゃ思う。でも私ってさ、こうなんていうの、なんかめちゃくちゃダンスが上手いわけでもないし、歌がめっちゃ上手いわけでもないし、こうすごい見せ方が上手いわけでもないから、やっぱね何に耐えるかっていうとね、自分の中で精一杯大きく踊ることにやっぱ耐えるしかないんだよね。そうってなってくるとやっぱ体力って大事だよね。左の鼻がなんか気持ち悪い、ムズムズする。キャラは立ってるんです。やばい、26日の鳥になってまでにちょっと痩せよう、やっぱ鳥サポの皆さんに、あれなんか太ったとか思われたくないし、しかも何の衣装着るか分かんないし。でも青黄色ってなってくれて、やっぱこの前の青キラキラなんだよな。でもあの5期生衣装も可愛いな、5期生衣装じゃないけどさ、ちょっと改良された5期生フリフリのやつ、あれ可愛いんだよな。ただピッチだからさ、あのスニーカーは履けるんだけど、ヒール確かダメなんだよね、傷ついちゃうからさ。7期衣装借りますか、うわあれ借りたいねあれ借りたい、貸してくれるかな、7期生ちゃん入るかな、そもそも。でもダンスもうちょっと上手くなるように頑張るね。七期生衣装ぶりつく、あれ可愛いよねマジで。さすがに後輩の衣装借りちゃダメでしょ、借りるならせめて生きがいじゃない。さよなら好きな人よ別れた、自分の夢を叶えてみる。
早送りかわいいな、早送り行きたいな。季節前に来たわけなんだか、もしくはあれがいいな、青ツイードの衣装、ツイード衣装。さくらさん初恋の時の新衣装、あれの私葵さんの形が着たいんだよ。よく最近だったマリアさんとか着て、あと花さんとか小田さんも着てたやつかな、パンツスタイルのやつ。741はね、青じゃないからね、青系で言うとやっぱその辺だよね。まあ、しかも青黄色だったら一番いいよね、トリニティだし。ライブ初ね、多分私の多分だけど、私のなんていうの予想は多分その新衣装になると思う。ライブのマリンカラー新衣装じゃないかな、青だし、まあ、青と実はベージュがいるんですけど、私は青なんですよ。だから多分ベージュの人は青借りるんじゃないかな。カベシャの黄色、小さな花柄 HKD あれマジできないよね本当に。え、あの衣装見たの私2回ぐらいしか見てないよ。壁車の時と、あとあの大分の防災テレビの時以外見てないからね本当に。バケツ衣装はワンチャンある、ただ暑くねっていう話はあるよね、長袖だから。何になるだろうね衣装。26いっぱい来てくれると嬉しいな本当に。皆さんもぜひ予定開けてきてね。じゃあランキング13位、ただの魚さんありがとうございます。12位キリンちゃんありがとうございます。11位アレアンありがとうございます。10位神様ありがとうございます。9位チェンさんありがとうございます。8位テンデコちゃんありがとうございます。7位エカさんありがとうございます。6位ビービーさんありがとうございます。5位タカさんありがとうございます。4位メイタルさんありがとうございます。3位ごはんまんありがとうございます。2位ハイランダーさんありがとうございます。1位長寿郎さんありがとうございます。今日は寝ませんでした。今日は90日目だもんね、1490だっけ。じゃあ明日も公演頑張ります。おやすみなさーい、バイバーイ。